ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくりヨウムちゃんです。幽霊のゆる子です。ここはハードオフ小金井店だよ。今回は小金井店と花小金井店の2店舗に行くぜ。ここはオフハウスとの複合型店舗になっているね。チャンネル登録がまだの人はぜひ登録してね。外に家具がたくさん置いてあるね。店内に入りきらなくて外に出してあるんじゃないのか？ここにあるやつはオフハウスの商品だね。棚がたくさん置いてあるね。収納ケースもたくさんあるよ。引っ越しをした人が捨てたんじゃないのか？こっちには椅子がたくさんあるね。このテントの中にも商品があるよ。これはとってもいい椅子だね。夏は暑そうなテントだぜ。それじゃあハードオフに行くよ。それじゃあ店内に入るよ。それじゃあジャンクコーナーを見ていくよ。がっかりされるかもしれないが、ジャンクコーナーにジャンクパソコンが1台もないんだよ。このチャンネルはパソコンが見たい人が多いんだよね。どこを探してもパソコンはなかったよ。パソコンの抜け殻、すなわちケースが少しあるだけだぜ。ジャンクパソコンがないんじゃ面白くないね。ここを見たら花小金井店にも行くから再生を切らないでね。ここは単なる小金井店だよ。花小金井店と単なる小金井店とは名前は似ているが違うんだぜ。花小金井店の方が面白いからね。ここにあるパソコンらしきものは全部抜け殻だね。しかもいかにもボロいものばかりだね。ということは中古品売り場に古いスペックのパソコンがたくさんありそうだぜ。ジャンクコーナーはかなり雑然としているね。小平浄水店の方が綺麗だったね。小平浄水店はまだ新しいからじゃない？こっちの棚は音楽関連ばかりだぜ。楽器やスピーカーがたくさんあるよ。こっちの棚もかなり雑な置き方だよ。大きな商品が立てかけてあったりするよ。床に商品が置いてあるぜ。棚はもうパンパンだね。棚の一番上にモニターがあるよ。モニターは在庫型だね。古いモニターはなかなか売れないんだぜ。こっちは青箱だよ。ケーブル類がたくさんあるね。ケーブルが綺麗に束ねてあるね。この深い青箱にはグラボがあるぜ。これはまだ袋が綺麗だね。入荷して間もないのかな？値段は880円だね。いかにも映りませんと言っているような気がするぜ。HDMI もついてそれなりのグラボのように見えるけどこれ。年式としては絵が描いてあるやつと同じくらいの年代だね。あまりにも古いから未チェックで青箱に放り込まれたのかな？グラボのチェックは面倒が臭いんだぜ。他に何か面白そうなものはないかな？ケーブルばかりじゃ集まらないね。ちょっと面白そうなものがあったよ。古い消耗品があるぜ。インクリボンがあるよ。熱転写プリンターのインクリボンだね。これはさすがにもう使っている人はいないよね。探している人が現れるまでここに眠ることになるぜ。記憶メディアもあるよ。未使用のまま使わずにここに捨てたんだね。今でも小さいデータに使えるね。それじゃあ今度はゲームを見ていくぜ。ゲームやりたいね。ゲームの棚は割と綺麗だね。青箱の中も整理されているね。ファミコンのカセットは相変わらず寂しいぜ。どこも人気のないソフトか状態の悪いやつが入っているね。ゴルフに野球が青箱の定番だね。この F1 レースはまだいい方だね。かなりドットは荒いが 3D だぜ。こういうゲームだってやってみると結構面白いんだよ。青箱で見かけたらチャンスだよ。野球はルールを知っている人じゃないと楽しめないもんね。麻雀だって知っている人のみが楽しめるぜ。このゲームは誰でも楽しめるよね。運転免許を持ってない人でも楽しめるね。ごく稀に青箱にあるんだよね。隣のスーパーファミコンはたくさんあるぜ。なぜかファミコンは少ないのにスーパーファミコンのカセットはたくさんあるね。面白そうなカセットもたくさんあるよね。このヨッシーアイランドは面白そうだね。上の棚にはゲーム機があるぜ。この Xbox は値下げの痕跡があるね。うっすらと値下げ前の価格が見えるね。ディスクを読み込むやつがジャンクで安く売っているのは嬉しいね。中古の置き場がいっぱいなんじゃないのか？ここにちょっと変わった Wii があるよ。海外版の Wii だね。かなり高い値段から値下げされているね。売れないから安くしたんじゃないのか？ Wii は動作品でも安いもんね。それじゃあ今度は中古品も見ていくよ。中古のところにはパソコンがたくさんあるね。みんなが大好きなパソコンだぜ。これは27,500円もするね。第6世代も随分と金貨化しちゃったね。かつては CPU 単体でも2万円超えていたのにね。このパソコンについているグラボはしょぼいぜ。
第6世代コア i7 も随分と陳腐化しちゃったね。この価格を安いと見るか高いと見るか。隣のやつは19,800円だね。第6世代コア i5 だぜ。これは互換オフィスがついているね。前の持ち主も中古で買ったのかな。このパソコンはデル製だね。このパソコンは棚からはみ出しているぜ。誰かが引っ張ったんじゃないの。引っ張ればデルに決まってるよ。隣のやつは10,000円だね。中古 PC を選ぶときに出力端子も調べるといいぜ。これは D サブとディスプレイポートがついているね。HDMI はついてないね。隣のやつは29,700円だね。これなら買ってすぐに使えるぜ。これは RAM 16GB に SSD がついているね。ネットサーフィンや YouTube を見るだけなら申し分のない性能だね。これはなんと44,000円もするね。小スペース PC の隣にあるとよりでかく見えるぜ。GTX1650 がついているね。グラボが高騰していた頃につけたのかな。こっちはノートパソコンだよ。こいつは9,350円だぜ。2018年モデルだけどすっごく遅いやつだね。前の持ち主は家電量販店で値段だけ見て買ったんじゃない。隣のやつは10,000円だね。 32GB しかない SSD がついているぜ。システムはハードディスクに入っているのかな。当時は 32GB の SSD も高かったよね。これは10,000円もするね。これはグラボがついているぜ。こういうパソコンはゲーミングノートとしてフリマアプリで高く売られているね。この値段はハードオフにしては親切な値段だよ。これは27,500円だよ。なんと Windows 11が入っているぜ。より高く売りたくて無理やりインストールしたんじゃない？ RAM が 4GB にハードディスクじゃあ遅すぎるよね。これを普通に使うには追加でお金がかかるね。こいつは22,000円だぜ。さっきのやつとほぼ同じスペックだね。こっちのやつは解像度が低いね。パソコン選びには解像度も重要だよね。こいつはなんと93,500円もするぜ。第10世代となるとラムやストレージの容量も多くなるね。ユーモデルだから思ったより速度が出なくてここに捨てたのかな。これは4コア8スレッドだよ。隣のやつも93,500円だぜ。さっきのやつより年式は古いけどこっちの方が早いね。しかもグラボもついているね。同じ値段ならこっちの方がいいよね。電気代をケチりたいならさっきのやつの方がいいぜ。この白いやつは38,500円だね。これは4コア8スレッドだぜ。さっきの第10世代コア i7 のやつと比べると遅いんだよ。隣のやつは11,000円もするね。これはいかにもジャンクコーナーが似合っているね。第2世代コア i3 よりも遅いぜ。ジャンクでこの半分でもなかなか売れないんじゃない。これは38,500円もするね。これは速度が全然出ないやつだね。さっきのコア i7-7700HQ のやつの方がいいぜ。こっちは SSD だからそのまま使えばこっちの方が早いね。RAM も 8GB 積んでるもんね。このパソコンはデル製だね。このパソコンは棚からはみ出していることないか。棚と棚との間に隙間があるからじゃない。隙間があれば当然デルに決まってるよ。こっちは PC パーツだよ。 CPU がたくさんあるぜ。しょぼい CPU は吊るされているね。 CPU 単体は割高だね。ジャンクのパソコンから取っちゃった方が安かったりするね。この店にはジャンク PC はないぜ。ちょっといい CPU はガラスケースに入っているね。コア i7-7700 も随分と値崩れしたね。これはいくらなのかわからないね。800円じゃないのか。店員さんを呼んでガラスケースを開けてもらわないと値段が見えないね。やっぱりいいですって断るのも恥ずかしくて買っちゃう人がいるんじゃない。さっきのやつは8800円である可能性が高いね。これはかなり高いぜ。コア i5-4670K が5500円だね。コア i5-4460 も同じ値段だね。これはこの半分くらいが妥当だね。よく見かけるやつが6600円もするぜ。1万円台の中古 PC によく積んでいるね。ジャンク PC なら1台買えちゃうくらいの値段の CPU ばかりだね。パソコンの延命をする人が多いんだね。こっちにはグラボがあるぜ。これはちょっと見づらいけど GTX960 だよ。贅沢を言わなければこれでも十分なんじゃない？
グラボは新しいやつがどんどん大きくて高くなっているもんね。このマザーボードは CPU 付きだぜ。値段は9900円だね。8GB のラムが2枚付いているね。お買い得だというけれど今時このスペックで1台組む人はいるのかな？これも LGA1150 だぜ。これは何も付いてないね。RTX2080 になると値段が張るね。これくらいのスペックで十分だよね。これが中古 PC に付いていたら値段も跳ね上がるぜ。それじゃあ今度はゲームを見ていくよ。これらのゲームはグラボが必要ないね。ファミコンゲームは動作が軽いよね。ここは本もたくさん売っているぜ。こっちの棚にはパソコンゲームがあるよ。これは人気の高い AA 列車でイコールだね。値段はなんと5500円もするね。需要のあるゲームは中古価格も高いぜ。こっちにはダイソーのゲームがあるよ。値段はなんと330円もするね。店舗によってはジャンクの青箱に入っていたりするね。今はもうダイソーに行っても売ってないんだぜ。これはダイソーでは105円だったんだよ。こっちには PC エンジンのソフトがあるよ。PC エンジンはやっぱり高いね。数が少ないから値段も跳ね上がるぜ。ここは PC エンジンのソフトはちょこっとしかないね。こっちにはビデオカメラがあるよ。これはソニーのいいカメラだね。空間光学式手ブレ補正がついているぜ。これはフル HD の 60fps だよ。4K のモデルだと値段も跳ね上がるね。4K のやつはフレームレートは 30fps しか出せないんだよ。このカメラの 4K は宝の持ち腐れだぜ。それじゃあそろそろ次のお店に行こうか。何も買わないもの失礼だからこれでも買っていくよ。これはとっても面白そうだね。それじゃあこれは最後に遊ぶぜ。面白そうなゲームだね。それじゃあ次は花子がねい店に行くよ。ハードオフ花子がねい店に着いたよ。ここはホビーオフとオフハウスとの複合型だぜ。それじゃあ店内に入るよ。それじゃあジャンクコーナーを見ていくよ。早速面白いものを見つけたよ。これはレトロなパソコンだぜ。19,800円もするのに電源が入らないよ。これは誰もいらないんじゃない？ PC98 の互換機だもんね。そしてこっちにはブラウン管モニターもあるぜ。これも末永くここに居座ることになるね。こっちにはノートパソコンがあるよ。値段は6600円だね。Windows 8が入っているぜ。これは第2世代のセレロンだよ。奥にもパソコンがあるよ。値段はなんと19,800円もするね。これもしっかりと OS が入っているぜ。小さい文字で画面に縦線が入っていますって書いてあるよ。入っている縦線の太さはどれくらいなのかな？単なる小金井店で似たようなやつを見かけたぜ。単なる小金井店の方がお買い得だね。これはなんと8800円もするよ。これも単なる小金井店で似たようなやつを見かけなかった？ラムとハードディスクの容量が全く同じだぜ。 CPU も全く同じだね。この価格の差は微妙だね。奥にあるやつは5500円だね。 S と D のキーが効かないのかよ。これはシングルコアのとっても遅いやつだよ。こんな値段じゃキーが効いても誰もいらないよね。下にはデスクトップパソコンがあるよ。中途半端なラムの容量が古さを感じさせるぜ。 4GB に 8GB を増設したのかな。この上に大きな抜け殻があるよ。あまり綺麗じゃないケースだね。値段は1100円だぜ。小さいシール1枚だね。これじゃあまるでウドの大木だね。ずっとここに残り続けるんじゃない？こっちにレトロなパソコンがあるぜ。これは PC98 だね。通電しないのに5500円もするね。普通に動くやつが5500円でちょうどいいくらいなのにね。部品取りくらいにはなるぜ。それじゃあ今度はゲームを見ていくよ。上の棚には箱付きのやつがたくさんあるね。青箱は水色だね。単なる小金井店の青箱は濃い青色だったぜ。お店によって箱の色が違うね。ファミコンのカセットは相変わらずだね。売れないやつの寄せ集めだね。とてもかわいそうなカセットたちだぜ。ベースボールだって結構面白いのにね。青箱には必ずと言っていいほど入っているよね。誰か優しい人が買っていかないのかな。販売促進のためにゲームの画面を出すぜ。これはとっても面白そうな画面だね。当然ピッチャーが投げたボールをバッターが打つんだよ。野球のルールを知らない人だとつまらないかもしれないけど、こういう画面を見るだけでも楽しいぜ。見かけたら買ってあげてね。
ほとんどが110円で投げ売りされているよ。多くの青箱が水色だけど、ところどころに濃い青の青箱があるね。濃い青箱は古いやつなんじゃないのか？ほとんどが水色だもんね。ここにマザーボードがあるね。これはかなりの長期在庫だね。売れ行きの悪さもハードオフの魅力なんだぜ。こっちにはグラボがあるね。鮮やかな緑色のグラボだね。これは古いジャンク PC によく入っているグラボだね。コア i7-860 のやつについていることが多いぜ。裏の基板が緑色だね。とても目に優しいグラボだね。このグラボで映る画面が目に優しいかどうかはわからないけどね。ノイズまみれだったり真っ暗だったりするぜ。それじゃあ今度は中古品を見ていくよ。中古パソコンも見ていくよ。これはなんと 27,500 円もするね。これはとんでもなく高いぜ。せめてこれがコア i7 だったらいいのにね。これは11,000円もするね。値札が干からびているね。誰にも買ってもらえなくて泣いているぜ。これはなんと16,500円もするね。これは大して速度が出ないから避けた方がいいね。せめてコア i5 であってほしいぜ。隣のやつは19,800円もするよ。これはいかにもジャンクコーナーがふさわしいパソコンだね。SSD に RAM16GB だから速く感じちゃうかもね。下の棚にもでかいやつがあるぜ。これはなんと33,000円もするね。これもかなりの長期在庫なんじゃない？陳列されているうちにどんどん陳腐化していったんだね。隣のやつは88,000円だぜ。これは第10世代コア i7 だね。このスペックなら重たい動作も快適だね。GTX1660 スーパーがついているね。隣には何やらでかいやつがあるぜ。これは PC ケースだね。大きなケースだね。ケースだけでもかなりの重量がありそうだね。これは排熱も抜群だぜ。タイプライターまで中古品として売っているね。これは機械式のタイプライターだね。タイプライターで火をつけることはできないからね。値札が奥にあって見にくいじゃないか。どうせ誰も買わないから適当なんじゃない？こっちはノートパソコンだよ。ノートパソコンは大量だね。これは33,000円もするぜ。これは2コア4スレッドで速度はあまり期待できないね。ラムが 4GB じゃあちょっと物足りないね。隣のやつも33,000円だね。こっちは SSD がたったの 128GB だぜ。さっきのやつは 1TB もあったのにね。でもこっちは WPS オフィスがついているよ。隣のやつは 49,500円だね。これは第10世代と比較的新しいが2コア4スレッドだぜ。速度はすごく遅いんだよ。でもシングルスレッド性能ではコア i7-3770 に勝っているんだよ。それじゃあちょっと上を見るよ。上にはレッツノートがあるぜ。なんと Windows 11が入っているね。前の持ち主が高く買い取ってもらえるように入れたのかな？これはとても無駄な労力だね。隣のやつは33,000円だぜ。画面白くなってるところありだって。なるべくジャンクにしたくないんだね。隣のやつは22,000円だよ。これはコア i7 だが2コア4スレッドでもっさりだぜ。速度はいまいちなんだよ。小さいレッツノートじゃあパワーもあまり出そうにないね。それじゃあ今度はゲームを見ていくよ。ここにニューファミコンがあるぜ。値段は8800円だね。隣にはセガサターンがあるね。ここになんとツインファミコンがあるよ。ディスクとカセットが一緒になったファミコンだぜ。ベルト交換をしてないのかな？そのうちベルトがダメになって完全に読まなくなるね。これは買うのを避けるべきだね。隣のやつは13,200円だぜ。読み込みが遅いってことは、ベルトが劣化している可能性があるね。ディスクシステムはベルト交換済みのやつじゃないと心配だよね。こっちには PC エンジンがあるぜ。やっぱり PC エンジンは値段が高いね。数が少ないから値段も高いんじゃない？ソフトも結構高いもんね。ここに PC エンジンのソフトがあるぜ。ここは単なる小金井店よりもたくさんあるね。面白そうなソフトがあるよ。これはとっても難易度が高いゲームなんだよ。見た目の面白さとは裏腹にクリアできずに涙を飲んだ人もいるんじゃないのか？テレビに出る人がゲームになることが多いよね。これをクリアできた人はとってもすごいよ。せいぜい一面をクリアできればいい方なんだよ。ここでは5500円だったが同じものが東村山店で4400円で売っていたぜ。このゲームはフリマアプリでもとっても高いんだよ。
ケースがついているとすごく高いね。ケースなしのソフトが裸になっていると少しは安いけどね。バス停を蹴ると面白いところに行けるぜ。上からエレベーターが降りてくるんだよ。空中に浮いているエレベーターなんて面白いね。ロープも何もついてないのかな？ここでボーナスステージだぜ。相方が食べ物やコインをたくさん投げてくれるんだよ。たくさん取れば点数も稼げるね。落ちちゃったらボーナスステージはおしまいだよ。しかし随分とワープができるぜ。こういう敵はかなり厄介だね。誰かが運行しているよ。こんなところで走らないね。こんな奴は蹴っちゃえばいいぜ。ここで行き詰まっちゃったね。このまま飛んだら谷底に落ちちゃうんだよ。切り株の上で蹴るんだよ。ちょっと勢いをつけて蹴らないといけないぜ。切り株を蹴ったら足場ができて先へ進むことができるよ。最初のステージはこれでも簡単なホールなんだよ。この先一気に難易度が上がるんだよ。森の中には保護色を使った厄介な敵がいるぜ。敵が視認しづらいのはちょっと厄介だね。簡単にパパッとクリアーできるのが一面くらいだね。というわけで面白いから見かけたらぜひ買ってみてね。PC エンジンには名作がたくさんあるぜ。これは自己中心派だね。ファミコン版は安いけどスーパーファミコンのやつは高いね。それじゃあちょっとだけホビーオフも覗いてみるよ。さすがホビーオフはフィギュアが充実しているぜ。このスカートのねじれもよくできているね。ガラスケースに入ったフィギュアはとっても値段が高いね。とっても大胆な格好をしているフィギュアもあるね。これはとってもいやらしいぜ。それじゃあそろそろお家に帰って買ってきたゲームで遊んでみるよ。単なる小金井店で買ったやつで遊ぶよ。それじゃあ早速ゲームで遊ぶよ。これはまだ未開封品なんだぜ。プロモーションディスクって書いてあるよ。もしかしたら体験版かな？体験版でも遊ぶことができればそれでいいんじゃない？110円だったんだから別にどうでもいいぜ。何も買わないのは失礼だから買っただけだもんね。どんなゲームが出てくるのか楽しみだね。あれでおかしいよ。実行ファイルがどこにもないじゃないか。どうやってゲームをやるのかな？さすがジャンク品だね。ジャンク品の割には未開封品だったよ。これはアニメのプロモーションビデオだったぜ。さすがにこれを映すと著作権に引っかかっちゃうね。ゲームじゃなくて残念だったね。それじゃあこれはまたハードオフに捨てに行くよ。誰かが見てくれることを祈って。ハードオフで見かけたら買ってあげてね。今回はハードオフ花小金井店と単なる小金井店の2店舗だったよ。単なる小金井店はジャンクパソコンが全然なかったね。花小金井店もジャンクパソコンが少なかったぜ。それじゃあこれで単なる小金井店と花小金井店のお話はおしまいだよ。ご視聴ありがとうございました。